前回のあらすじ。牛尾の前に現れた宝石強盗は元射程の小島三次であった。その教団から綾を守るため、牛尾は三次を連れてその場を逃げ出す。そうして公園にたどり着けば、自分のことを馬と呼ぶ謎の人間に絡まれてしまった。理解できぬまま進行していく撮影。一体これは何なんだ。おはようございます、ともです。サウンドノベルマッチ実況プレイ始めていきたいと思います。ということで、前回に引き続きですね、牛尾さんのシナリオを進めていきます。牛尾さんはですね、銀行強盗に入って銀行じゃねえや宝石店強盗に押し入ってきた、元射程の小島三次と遭遇してしまい、三次の仲間と思われて、で一緒に逃げてしまったんですけれども、その逃げた先でですね、三次と、まあ、バラバラになってしまい、公園でどうしようかなと思ってたところでですね、馬ちゃんの方の撮影隊に見つかってしまいまして、馬ちゃんだと思われて撮影を敢行するという不思議な状態になってしまいました。ですが、そんなところにいつまでもいられるか、俺は宝石店に戻ると言ってですね、自分が持ってきてしまった、間違えて持ってきてしまった宝石を、持って、箱ごと持ってですね、撮影に使う宝石とちょっとごっちゃになってしまったので、その宝石箱ごと持ってお外に出てきたんですけれども、そこで、変な東北なまりの警官と遭遇しました。で、そこでちょっと今厄介な出来事になっているというところからスタートです。逃げよったってダメだ、この辺りはチェックが厳しいんだからな。そして警官は言った。ちゃんと撮影許可証取ってんのか。撮影許可証、大事なことです。申請しても許可が下りない場合が多いので、無許可で撮影する場合がある。ゲリラ撮影というんですが、捕まったら前科がつくので必死。大変だね。はあ？体の力が抜けた。あんだがだ、ここでロゲ捨てるんだろう。知らねえ。知らねえってチミ。警官は牛尾が持っている箱に気づいた。知らねえって言うんじゃねえよ、そうだって言っとけ。今度は警官の表情が変わる。てめえはロゲ台の人でねえのか。いや、違う。だったらその箱さなんだ。開けてみせなさい。早く。警官は腰に刺してある警棒に手をかけた。ちっ。後ろは仕方なく箱の蓋を開けた。警官はちらっと中を確かめる。今さっき二人組の宝石強盗事件が発生した。犯人は宝石を持って逃走中だ。警官は警棒を抜いた。後ろの額に油汗が浮かぶ。おもむろに警官は腰の無線機を手に取った。金牌中のコード0、ま、コード02、丸円願います。動くなよ。まんずその箱さ下に置け。畜生。後ろは観念した。さあどうなってしまうのか。馬さん、あっち終わりましたよ。移動です。早くバス乗ってください。詐欺山が来た。ありがとう詐欺山。ちょっと地味、この人も撮影の人かい。警官が聞いた。そうですけど。あれ、何か。この宝石は。はあ、やっぱり馬さんが持ち出してたんですか。今向こうでマリコさんが大騒ぎしてますよ。宝石箱がなくなったなくなったって。警官が大きく息を吐き、牛を睨んだ。撮影の人、人間なら最初からそういうもんだ。人騒がせな真似すんでね。何かありましたか。詐欺山が愛想笑いを浮かべて聞いた。こいつ度胸あるよな。なんでもね。それよりここは駐車禁止だ。早く移動させねえか。あ、はい、ただいま撤収しますんで。馬さん何してるんですか。早くバス乗って。まあ九死に一生ってだけど、なんだかね。後ろもここは黙って乗るしかない。馬ちゃん、私窓際にして。え、おう、馬。後ろの隣にあの見覚えのある女が座った。全員乗りました。じゃあ出発します。ロケバスは走り出した。もう本当に恋人の椎名みちるですら見間違えてしまうほどのそっくり加減。ロケバス見たことないな。でも実際に走ってるんだろうね、いろんなところをね。私たちがわからないだけで。馬さん、
さっきなんでおまわりさんに捕まってたんですか？ドアのすぐ横の席にいる詐欺山が振り返って言った。え、捕まったってどういうこと？隣の女が驚いて聞く。なんでもね、人違いだ。本物のヤクザと間違えられたか。かかか。熊野が嬉しそうに笑う。バカ言え。いや、間違えられるくらいじゃなきゃダメなんだよ。あんたはいまいち貫禄不足だからよ。やっぱりいきなりヤクザの組長やれって言ったってすぐには無理なんじゃないの？そうだよ、今まで簡単に切られずチンピラ役専門だったんだから。かっこだけで実は弱いっていうのだとうまいんだけどね。ほんと他のスタッフが次々にからかう。馬ちゃんかわいそう。ですね、どうしよっか。ムッと来て言い返そうか。ちょっと待てこら、組長が無理だ。いいかよく聞け、こっちはな、後目ついてくれって頼まれたのを断った身だ。何の後目よ。なめんなよ、この世界に入って何度白人の下くぐってきたと思ってんだ。威張るなよ、それが仕事じゃねえか。熊野が呆れて言う。馬ちゃん、入れ込むのわかるけど、もうちょっと肩の力抜いたら？あ、これ、熊野かな？俺は馬じゃねえ！牛だ！車内がシーンとなった。なーに、わけのわからないこと言ってるかな？それよりマリコに謝んなよ。勝手にアクセサリー持ち出して。ほら、怒ってる。まあね、牛尾さんからすると、牛なんだけども、馬って言われるのマジ無理みたいな感じなのかもしれないね。ふんだ。私より椎名さんに謝ってください。おかげでネックレスしないで出たんですから。私ならいいのよ、隣の女が言った。椎名、椎名、あ、牛尾は思い出した。椎名みちる。主役をすることはないが脇を固める中堅の女優だ。な、何よいきなり。牛尾はまじまじとみちるの横顔を眺めた。変な人ね。みちるは自分の台本に目を落とした。テレビドラマ独走最前線の台本、とにかく刑事が走ってばかりでセリフが少ないため他のドラマの台本に比べるとかなり薄い。まあそれであればね、牛尾さんも馬ちゃんの代わりができるんじゃないでしょうか。しかし牛尾は初めて間近で見る女優の顔に釘付けになっている。まあ女優はね、オーラが違いますからね。きっと知らんけど、ほんのりと香水の匂いがした。みちるはあからさまな後ろの視線が気になる。何？どうしたの？台本から目を離さずに聞いた。後ろはなおも黙って見つめている。なんか言えや。ダメよ、みんなに気づかれるじゃない。みちるは周りを気にしながら言った。あんたのことをいつも見てるよ。やだ。みちるの方が赤く染まる。本当に馬ちゃんのこと好きなんだね。何がいいんだ何がいいんだっていうのもあれなんだけど。どうしたの？急にそんな。いや嬉しいね。もう馬ちゃんたら、私だっていつも見てるわ。みちるは小さくささやき、見ていた台本に赤ペンで何かを書きつけた。それを牛尾にそっと見せる。牛尾は今夜話があるのというみちるのメッセージよりも台本に印刷されてある名前に目が止まった。今夜話があるのよりも馬部仁太郎。そこは登場人物表のページでいくつも名前が並んでいる中に岩松組組長馬部仁太郎とあった。この中で言うとデューク浜地っていう右側の主役ですねが後々出てくるんですが、それ以外の役者は出てきませんね。何うなってるの？わかったぞ畜生。どうしたの？と間違えてんだ。どうしたの？なんか役を間違えてたの？だから俺が組長で馬ちゃんなんだな。あ、ちょっと大丈夫？当たり前でしょ。くそ、聞いたことねえぞこんな役者。またそういう風に自分で卑下しないの。ということでね、見事牛尾さんは馬ちゃんに間違われている、馬部仁太郎という役者に間違われているということが分かった。バスは桜丘で止まった。はい、到着。現場は最初稼働のコンビニからです。みんな一斉にバスを飛び出す。牛尾もつられて腰を浮かした。
おい、ウマちゃんはちょっと中空きだぞ。熊野が言った。中空き？出番まで時間が空くことをそう言う。けれども牛尾さんはそんなことわかるわけねえんだよな。パチンコでもしてきたら？ミチルも台本を持って立ち上がる。おい、崎山、無線機持っていけよ。ここでも使うからな。いわゆるトランシーバーですね。あ、さっきの公園に忘れてきちゃいました。バカ野郎、すぐ行って取ってきます。当たり前だ、速攻で取ってこい。コンビニのシーン終わったらすぐ次消え物の準備が結構あんだからな。は、着物の準備ですか、それとも獣？飲み食いするものやタバコなんかを全部消え物って言うんだよ。いいから早く無線機取ってこい、このバカ誰が。かわいそう、なんでそういうことするの。熊野に尻を蹴飛ばされ、詐欺山はロケバスから転げ落ちた。トランシーバーを取りに小島公園へ戻る。そこで馬部の危機を救うのだが、本人は痛い目にあってますます AD を辞める意思を固めていくということで、ここで馬ちゃんのザッピングポイントですね。なのでよいしょ、今ね、まだちょっと馬部さんがどうなったかっていうのは状況は分かっていないんですけれども、あったらしおり挟んでいこうな。ちくしょう、やめてやる。やめてやれ、逃げろ。再びバスは空になった。ポツンと一人残されて、牛尾はなんだか拍子抜けした。なら逃げるか。運よくマリコはアクセサリー箱を残して出て行っていた。海老原マリコ37歳、アクセサリーなどの小物持ち道具担当独身。私はドラマのために全てを犠牲にして頑張っているのという自負を持つ。頑張らんでいいと思う。なんでそういうこと言うの、ティップまで。どれだ俺のは。牛尾はどうにか見当をつけ、何点かをポケットに突っ込んでバスを降りた。もうそういうことする。撮影、照明、音声といった各スタッフたちがテキパキとスタンバイしている。牛尾を気に留める者は誰もいない。あばよ、誰が馬だふさげやがって。牛尾はとりあえず渋谷駅の方に向かった。はい、人気のない道を選んだのが裏目に出たのか、前方から警官がブラブラと歩いてくるのが見える。結構いますね。慌ててキビスを返すと、反対側からも自転車に乗った警官がこちらに向かってくるではないか。前から来る警官がこちらを見てハッとなったようだ。くそ、どうする。あらあら、やっちまったな。牛尾はとにかく身を隠そうと、とっさに横での狭い通路へ飛び込んだ。そのままどんどん奥へ進むと、小さな雑居ビルの裏口へ出た。牛尾はその中へ逃げ込む。ああ、ドアがある。人の気配はない。ニヤニヤしちゃうこれ。ノブを回すと鍵はかかっておらず、扉はきしんだ音を立てて開いた。ですね、まあ結論から言うとバッドエンドですね。牛尾はそっと中へ入った。薄暗い室内を見回してみると、ほこりをかぶった本の山と段ボール、重ねられたポリバケツぐらいしかないガランとした空間だ。ほとんど使われていない倉庫らしい。しばらくここでじっとしてるか。その時、何者かがドアをいじる音がした。何者か。ザッピングポイント、細井よし子。まだ出会っていない主人公ですね。さあ、分かった。 OK。 さあ、何者かがドアをいじって、牛尾は息を殺して身構えた。足音はそのまま遠ざかっていった。牛尾はノブを回してみる。開かない。ちょ、厄介なことになったな。まあいい、しばらく様子を見るか。だがその後5日間、この倉庫には誰も立ち寄ることはなかった。こんなことならもっと早く捕まっておけばよかった。扉蹴破るぐらいできたんちゃうんか、牛尾さん。後悔の念に駆られながら、牛尾の意識は遠のいていった。ということで、バッドエンドですね。牛尾さんのバッドエンドばっかりだな。ごめんね、牛尾さん。さあ、ヒントが出ますね。出ないんだ、ヒント出ないんだ。分かってっけどさ。じゃあですね、
じゃあですね、先ほど出てきた主人公細井よし子を触って今日は終わりにしていきましょうか。一回すぐになれるバッドエンドが、すぐになれるバッドエンドがあるので、それをやっておしまいにしていきましょう。8人の主人公のうちの高一点細井よし子やっていきましょう。あーその顔その顔なんだ。ハート幸せそうだね。ねえちょっと待ってよ。細井よし子は高田陽一をドタドタと追いかけた。ねえ陽ちゃん歩くの早い。普通だよ、お前が遅いんだ。とにかく休もう、お茶しよう。映画行くんじゃなかったのか。愛と青春の埋蔵金ですね。マーボーとミカリンというカップルがメキシコの荒野で埋蔵金を掘り続け、やっと見つけた埋蔵金をサボテンに化けたタコス売りに横取りされるというコメディ、渋谷パンテオンにて上映中。ちょっと意味がわからない。だってまだ10時だもん、そんなに早くからやってないよ。その時すれ違ったカップルの会話が聞こえた。戸田照久と小森ゆか、あいつらですね。ウグイス谷町にある宝荘というボロアパートの202号室に住んでいる貧乏だが仲のいい2人。ただ、照久はとにかくせこい男で、しっかり者のゆかがなぜあんなろくでもない男とくっついているのか疑問だというのが世間の評判。でもこのゆかって女も大概だったよ。さっき愛と青春と埋蔵金すっげー感動的だったな。ほら見ろ、もうやってるじゃないか。あれ変だな、本には1回目の上映は10時40分からって。本来の上映は10時40分から。今日に限って近くの中学の学内上映会がたまたま渋谷パンテオンで8時から催されていた。すれ違ったカップル照久とゆかはその学内上映会に紛れ込んで教員と勘違いされて見てきた。8時から渋谷パンテオンにいるってなかなかすごいよね。見間違えたんだろ、お前はいつもだ。ではですね、こちらが本来のルートです。じゃあケーキ食べに行こうなんですが、こっち選んでですね、これを見て今日は終わりにしましょう。でもとにかく行ってみようよ。よし子は映画館に陽一を連れて行った。映画はよし子の言った通り10時40分からだった。よし子と陽一はすっかりロマンチックな気分になって映画館から出てきた。陽一はうっとりと感動している。素晴らしい映画だった、俺は今人生の意味を知ったよ。あの映画が本当にそんな内容だったのかなんだこいつ。よし子と陽一は抱き合った。陽ちゃん、陽一は高らかに宣言した。それは人を愛することだ。はい、そして二人は末永く幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし、めでたいですね。これにてよし子さんバッドエンドでございます。なんなんだって感じだと思うんですけど、大丈夫、ちゃんと話が進むよ。映画のせいで陽一が感化されてしまい、一気に結婚まで話が進んだ。それはそれで幸せかもしれないが、実は陽一はよし子に言いたいことがあったのだ。映画へ行っていなければ陽一はそれをよし子に告げていただろう。まあ陽一がですね、あのよし子に対して何か言いたいことがあって、そこから彼女の物語が進んでいくということなので、ゲーム的にはバッドエンドでございました。ということで、今回はこれにておしまいにしていきましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回はですね、細井よし子をやっていこうかななんて思いますっていうのとね、まだ触ってあげられていない主人公がですね2人残っておりますので、そちらも、できる時に、順次やっていこうと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回に続きます。じゃあね。